冗談が聞かんとダメだ。運転手おったら運転手なんねえしょんだな。え、運転手おい、喧嘩なんか一言話ならへんのやろ。現在ね、積み込み先到着待機です。外部倉庫合わせて3箇所済みですね。3箇所済みで、今ね1箇所目入ったんですけども、お昼からみたい。現在10時30分、ね、少なくとも2時間半待機ですね、ここで。でしかもね、アイドリングストップなんですよ。アイドリングストップだからね、窓全開にしとるのよ。暑い暑いんやけど、目の前にね大きくアイドリングストップって書いてますんで、これちょっとエンジンかけられんな。真夏やったらさ、夏やったらね、もう問答無用でエンジンかけますけど、この時期やからさ、まあ、かろうじて我慢できるかな。暑いけどね。さあ、とりあえずね、最低でも2時間半ぐらいの待機となります。何しようか、2時間半待機。横にトラック並んだわ。めっちゃこっち見とる。目合わさんとこ。わ、止まるわ。カーテン閉めとこ。さあ、それじゃあね、もう少し待機しておきたいと思います。さあ、ちょっとねお腹が空きましたんでお腹空いたからさ、カップラーメン食べる。カップラーメン、このね低糖質のカップラーメン買ってますんで、これあってよかった。非常食、これ食べよう。でね、お湯沸かすんですけども、炊飯器使うとさ、バッテリー上がっちゃうんで、エンジンかけれないんで、バッテリー上がっちゃいますんで、大きいバッテリーあるんで、それでね、ホットプレート温めてあげて、その上にね、メスティン置いて、お湯を沸かそうと思うんですけども、バッテリーがね、あと 13% ぐらいしかないんですよ、13%。やからね、お湯が沸くかな思うて、一か八かやってみよう。バッテリーがあと 13% しかないのよ。でね、昨日メスティンでラーメン作ったんですよ、袋麺。家からね、しっかり拭いてあげてからさ、拭いてきれいになればええかなと思って、また使ったの昨日なんで、少々大丈夫かなと思って、しっかりメスティンも拭いてあげて、ね、お湯を沸かそう。やばい、残り 4% ですね、4%。もうだいぶお湯もね、熱くなっとるやろうから、もういいかな。あ、残り 3% や、切ろ。お湯がぴったりです。ぴったり OK。 あとはね、3分待つだけです。今ね、両サイドにトラック止まってますんで、大きい声が出せないのよ。僕より後に入ったトラックが誘導されよる。どういうことや。さあ、ぼちぼちいいかな。お、できとるできとる。卵あるから卵入れちゃおうか。
Life's been good to you and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. Cause I can't focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. はじめさん、お疲れ様です。モコです。久しぶりにこのスタイルでやっておりますさっき帰ってきまして、お風呂に入って、そして自分でサイド買ったんですよ。サイドね、ご覧の通りご覧の通りですねえ、髪のね、ここのラインがどん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 上がってきておりまして、多分いずれ消えてなくなりますなくなると思う。時間の問題僕の昔の動画とこのライン変わっとるはずなんですよ。多分昔この辺やったんやけどどうしようか、もう取り返しがつかんもうしょうがないね。そうなったらそうなったでね、面白いと思う。うん、それでね、誰かが笑ってくれたら僕もそれでハッピーですからね。それでええと思うさあ早速やっていこう。行ってみよう、やってみようね。久しぶりにやりましょうか、スナックモコちゃん。皆さんお疲れ様です。お疲れです。お疲れ様です。うまっ、うまいわ。特にお風呂上がりやからめっちゃうまいねえ、もう髪切りすぎちゃって飲むしかないよでね、今日はねタコブス買ってきております。半額です。半額のタコブスゲット、やったぜ、ラッキー。うまっ、タコブツうまい。最近はね、ありがたいことにバタバタね、お仕事させてもらってまして、また年末に向けて忙しくなる時期がやってくる。頑張らんといけんね、安全運転でしっかりね頑張らんといけん。でまたね、TikTok の方が現在ね120万人突破しまして、すごいよな。一気にねバタバタバタっと登録者数が増えまして、ありがたいよな。うん、現在120万人、目標を1000万人にする。1000万人、目標は高くね。登録者数100万人っていうのもね、結構高い高いハードルやったんやけど、ありがたいことにそれも突破しまして、現在120万人、ありがたいよ。あ、おいしい。あ、そうそう、以前ね、ツイッターの方で動画上げたんですけども、納品先の大きい工場で変な方に絡まれちゃいましてね、まあ、ツイッターの方では動画上げたんですけども、一応ちょっとね、どんな感じやったかショートバージョンちょっとねお見せします。冗談が聞かんとダメだ、運転手おったら。運転手何年しょんだなあ。え、運転手おい、何年運転手さん、運転手たまそんなもんど、喧嘩なんか一言話やらへんまやろ。はい、ということでこんな感じでね絡まれちゃいまして、これはねちょっとショートバージョン、編集したバージョンなんですけどもね、フルバージョン、ノーカットバージョンはねツイッターの方にまだ動画残ってますんで、そちらの方をね確認してもらえたらと思いますね。いろんな人がおるなんで絡んだんかな思って考えたらね、多分僕が YouTube 配信、こうやってね動画配信やってるっていうのを どっかで多分聞いたんでしょうね。だからちょっとちょっかいを出してやろうって思ったと思うんですよ。それで結構ね僕にね絡んできたんと思うんですけどもね、いろんな人がおる。で結構ねその後どうなりましたかっていうコメントとかねメッセージがたくさんありまして、その後ねどうなったかと言いますと、元受け先の会社から僕もねお仕事もらいまして、青いヘルメットの方もその元受け先からお仕事もらっていたらしいんですけども、定期的にね。で Twitter 配信してすぐにね元受け先の担当の方から電話来まして、
申し訳ございませんでしたということで電話来まして、その後ね、どうなったかと言いますと、その元請け先、出入り禁止になったそうです。で、聞いたらね、いろんな会社で出入り禁止になっとるらしい、そういう方らしいですね。いろんなところで問題を起こして、出入り禁止になっとるみたいですね。まあね、いろんな方がおる。ねえ、飲まんとやっとれんわ。で、またね、今日帰ってきて、また明日からね、しばらくトラック生活。年末はね、事故多くなりますんで、しっかりね、安全運転でやっていこう。でね、トラックによる渋滞事故の 25% が巻き込みなんだって。巻き込みによる事故なんだって。ね、25% これ結構でかいですよね。しっかり内輪差、ね、ほんともう、左折するときはね、しっかりもう一回止まるぐらいの気持ちで行った方がいいですよね。しっかりね、安全運転して、ね、来年迎えたい。あ、そうそう。11月の19、20、同日で、またね、トラックショーをやるみたいで、僕もね、電話いただきまして、もこちゃんも来て、いうことで、ね、電話もらいまして、だからね、僕もカメラ持って、参戦する。僕も行きます。僕基本的にね、トラックのイベント、年に1回行くか行かないかなんで、ぜひね、お近くの方はいらしてください。ステッカー、もこちゃんステッカーたくさん持っていきますんで、ぜひね、僕いろんなところで撮影してますんで、ぜひお声掛けいただけたら、ステッカー、差し上げますんで、おっしゃってください。この変な髪型発見したら、声かけてください。たくさん撮影しよう。動画2本撮ろう。動画2本、ショート3本撮る。目標。ね、楽しみ。どこやったかな？滋賀県やったかな？滋賀県の奥伊吹オートパークやったかな？奥伊吹オートパーク。はい、ということでね、久しぶりに、このスタイルでやっておりますが、たまにはいいですよね。ねえ、たまにはやらんといけん。このね、ラフな格好で、これパジャマですよ、パジャマ。もう寝るスタイル。ねえ、のんびりやっております。明日はどこやったかな？明日は佐賀県に行って、地場仕事やって、で、また山口県内で積み込みして、緑着の岡山県ですね、岡山県。ねえ、行きます。ぜひね、スライドしたら、ラッパでもいいし、ねえ、ハザードでもいいし、ぜひぜひね、お知らせください。ね、手振ったら振り返しますんで、ぜひね、手振ってください。ね、トラック生活、ね、寂しいからさ、誰にも会わんってやっぱしね、寂しくなる時もあるのよ、僕だってね。人間だもの。ね、名言出ました。ね、わーわー言っておりますが、またね、明日から頑張ろう。そんな感じでね、久しぶりのスナックもこちゃんでしたけども、またね、需要があればやりたいと思います。そんな感じで、また明日です。おやすみなさい。